はい。ということで今日ね、6月3日ということで2014年なんですが、ブルース・モエンさんの来日ワークショップが8月の、9日からですね、18日ぐらいまであるんですね。8月8日かな ?8 月8日ですね。失礼しました。うん、8月8日はね、コラボレーションセミナーが、坂本正道さんともね、コラボレーションセミナーがね、東京のですね、これ U ポートだと思うんですけど、そこでありますのでね、まあ、言っていただければと思うんですけど、全部 U ポートでありますね。品川の、ホテル U ポート。まあ、ごく短大になるんですけどね、JR 五反田駅から徒歩5分ぐらいのところにあるところですね。はい。ということで、これ、まあ、いらっしゃるんですが、今回、レベル4というね、世界初ということで、レベル4のね、ワークショップを、入ってるということで、すごいですね。うん、あ、レベル4はですね、人間意識を超えて宇宙へというやつですね。はい。ということで、そういうのが、ね、入っているんですが、それのですね、ブルース・モエン、トレーナー協会の皆さんがですね、スピーチャーテレビのためにですね、説明してくれた映像がございます。それをですね、今日はたっぷりとお送りしたいと思いますので、見ていただければと思います。それでは番組の方行っちゃいたいと思います。それでは皆さん、こちら、覚えててくださいね。はい。8月8日からでございますね。はい。ブルース・モエン、来日ワークショップということでね。はい。うわ、こういうふうにいっぱい本が出ております。はい、今日は誰の特集でございましょうか。ということで、皆様に お集まりいただいております、BM トレーナー協会、まあ、つまりブルース・モーエントレーナー協会の皆様に、今日はお集まりいただいております。ということで今日の、お話は、まあ、ブルース・モーエンさんということでね、お話をこちらにいますね。こちらでございます。こちらの、来日ワークショップが8月にあるということで、お話をお伺いしたいと思ってます。8月の8日から18日ぐらいですかね。そうです。はい。ということでよろしくお願いいたします。ちょっとスピーチャーテレビブルース・モエンさんの件を初めての方もいるかもしれませんから、ブルース・モエンさんというのはどういう人かということと、まあ、その8月のワークショップ含めてちょっとお話を伺えたらいいなと思うんですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これがブルース・モエン、ちょっと何年か前の写真です。隣にいるのは奥様のファロンですね。すごく相思相愛のあったかいカップルなんですけど、でブルース・モーエンっていうのは私から話していいんですかね。ブルース・モーエン氏はアメリカに在住してます。で、モンロー研究所っていうのがあって、ヘミシンクという CD を使って、変性意識状態を作り出し、そしていろいろな、非物質的な世界を探索するというのをこう行っている施設なんですね。でそこでブルース・モーエンもいろいろな体験をしまして、彼はもともと対外離脱がしたかったらしいんですね。でそれが目的で行ったらしいんですけど、対外離脱の方は今一つ全部で5回したことがあるそうなんですけど、そのうちの3回は出た瞬間にリターンしたって言ってますから、あんまりうまくできなかったんだけど、どういうふうに言って、本当の意味の対外離脱じゃないんですが、意識の一部を飛ばすっていう形でモンロー研究所の方ではいろいろなエリアをこう探索していくってことをやっているんですね。でその中でどんどんいろんな体験をやっていて、4冊死後探索っていうことで、坂本正道さんが訳してくれてる本が4冊あるんですね。で1234って出てまして、いろいろな体験が書かれていて、でその中からそれを今度メソッドとしてヘミシンクを使わないで同じことができるメソッドっていうのを彼は生み出しまして、それをワークショップで教え始めたんですね。でそれを聞きつけてきたある方が、日本に来てくれないかって交渉してくれまして、で、初の、日本でのワークショップが2007年ですよね、
の2月ですね。私参加したのはこのここにいる原田トレーナーなんですが私はその次、同じ2007年の夏、大月と申します、参加させていただきました。でその時にレベル 1,2,3 というふうにあるんですけれども、まあ、そのメソッドが本当に素晴らしいメソッドで惚れ込んでしまって、で、ぜひこれを日本人にもっと広めたいということで、弟子はいるんですかって聞いたら、いないって聞いて、それは大変だっていうことで、なんか気がついたら弟子になりたいと叫んでいたみたいな感じで、まあ、そんないきさつでこの教会もできたっていうことなんですね。でブルース・モーエの弟子は私たち実は日本人のみなんです。わ、すごいなと思います。あ、そうなんですか。そうなんですよ、のみなんです。でもブルースはいつもね、日本人はすごく準備ができてるって言ってくれてます。ははは、アメリカ人よりずっと準備ができてると。あ、それはサイマーさんとか同じようなこと言われると思いますね。はい、ゲートさんもそうかな。あ、そう、外国人の方、結構日本人はすごくレベルが高いので、まあ、すごく魂的にも結構成長してる人たちですよっていうことは言われる時ありますね。はい、でその CD を使わないでやる中で、その代わりになるようなものをいろいろと使いながらやっています、うんうん、でだからそういう意味ではすごく簡単なんですよね。あまりにも簡単って言っていいぐらい簡単です。で誰にでもできちゃいます、うん、まあ、もちろん耳に問題がある方も、まあ、全然大丈夫ですし、そうじゃなくても、例えば私なんかヘミシンク CD を聞くと結構眠ってしまうんですね。でそういう人にもすごく向いてるなと思います、うん、簡単に説明するとそんな感じです、はい。まあ、世界各国でワークショップを開いていらっしゃるんです。今回その来日ワークショップなんですけど、レベル 1,2,3 がなくて4がありますけど、これって、どういう感じなんですかね。あ、つまりこの、まあ、死んだ人と出会うということが中心になっているんでしょうか。死んだ人とか、まあ、結構レベル4はちょっと違うけどね。そうですね、はい、ブルースは最初来た時には、初来日の時にはレベル1とレベル2、まあ、当時は、ベーシックコースって言ったんですけれども、それをやりました、はい。で主にレベル1では前半ではですね、一人で亡くなった方とコンタクトを取って、その裏付けを取ってくるということ一番基礎ですね、うん、をやりまして、レベル2として一応ですね、それを一人ではなくてグループの皆さんで集まって同じ体験をして、それを裏付けを取ってこようということをしました。ですのでやっぱりみんなでやるとですね、これは自分の妄想ではないかなって思うものが、同じ体験をしている人にいることによって、あ、私の体験本当だったんだっていう自信がつくんですよね。で自信がつくことによって、どんどん自分の知覚が開いていくということになります。で今回はちょっと来日ワークショップではやらないんですけども、レベル3はですね、はい、これはみんなと一緒にやるというよりは、自分のですね、過去のトラウマとかですね、ほうほうほう、入ってしまうと、とか過去性の傷とかですね、そういったものを癒すような内容になってます、うん。でブルースの考え方ですと、まあ過去のトラウマと言われているような一般的にですね、ものは過去で生きてきた時に辛い体験をして、自分の魂の一部が切り離されてしまったと。あ、はい、で転生できなくてそこに留まってしまっているので、うん、それを、まあ、自分の失われた切り離してしまった過去をこう取り戻すっていうことで、取り戻して自分に一体化して、まあ、自分をより完全にして知覚を開いていこうっていうことなんですね。沖縄みたいですねちょっとまぶい拾うみたいな、微妙にそういうとこもあると思いますねですけれども、その他にもですね、まあ、一応モンロー研究所の方でも言われているフォーカス27、亡くなった人間のいわゆる天国ですね、うん、まあ、輪廻転生を、ね、ね、司るエリアっていうふうに言ってますけど、そこもいろんなセンターがあるんですけれども、うんうん、ヘルスセンター、健康回復センターとか、はい、あとレセプションセンター、受付センター、ね、まだ死んだら行く場所ですね。日本だとサンズの川の向こう側、はい、外国人だと公園なんていうのが一般的なのかもしれないですそういうところをみんなで訪れて、いろんな体験を共有するということをします。フードセンターとかね、フードセンターセカブン、セカブン健康回復センターの一部にあるのではないかと言われてるんですが、フードセンターっていうのがあって、つまりバイキングの
一流ホテルみたいな感じのすごく美味しい食べ物が食べ放題のエリアなんですね。で、あるちょっと誰だか分からないけど、ある方の方にもそういう記述が出てきて、例えばガスで亡くなった方ですとか、ご病気で食べられ最後いろんなものを好きなものを食べられなくて亡くなった方の、癒しのための場と言われてるんですが、そういうところにも実は私たちも行けるんですよ。へー、ここで飲むビールは最高にうまいんで、はい、そうか、食べてくれるんですか、はい、そこただですか、さらに嬉しいこと太らないんですよね、はあ、太らない、なんで傷でなりませんね、はははは、はなるほどね、あのワークショップの中ではもう一つ、計画センターというところを訪ねます。人間のエリアと人間以外の、例えば動物も含まれると思うんですが、あるいは宇宙人などの、エリア、あの生物とのこの意識の調整をしていたり、あるいはその人間の中の出会いを、セッティングしたりしているような場所があって、そこは訪ねます。まあ、その他にもう一つ、これをワークショップの中では時間があれば訪ねるという感じなんですが、教育センターっていうところがあって、そこにはまあいわゆるアカシックレコード的なね場所もあります。なるほど。っていうことはなんかこういろんななんかセンターにこう旅行に行くみたいな感じですね、今回のワークショップ自体が。レベル3はそういう、ああレベル3はそういうところがあるんです、ね、非常に楽しいです。レベル3楽しいんだ、なるほど。レベル1の一番すごいところっていうのは、はい、リトリーバルって言われている、つまりあの魂の救済と言われている活動を、もうそのレベル1というレベル1は初心者コースなんですけれども、何にも知らない初心者がもう受けてもいいコースでありながら、魂の救済という、うん、リトリーバルを教えちゃう、あの日本人の場合は2日間でほとんどの方がやっているので2日目にもやっちゃうんですね。いわゆるあの霊能者が光のもとへ行きなさいみたいな、うん、そういうやつですね。もっとそんな感じでやるんですけどね、はい、そんなことはしないですよ、はい、まあ、例えばゴーストバスターズみたいなことも結局それでできちゃうんです。撃退はしません、亡くなったことを優しく、優しく、うん、行くべきところに導くと、はい、コミュニケーションを取ってどうしたのっていう形で話し合いをしながら移動していただくということをします。なるほどね、そうか、はい、まあ、これまた期待したいと思うんですが、8日のこの金曜日の夜に、坂本さんとのコラボレーションセミナーもあるんですね。そうなんですよ、今回初めて、はは、これはちょっとお安くなってると5000円ぐらいで夜6時からということでですね、はい、これも U ボートかな、品川のの予定です。あ、これ五反田ですね、すいません、五反田、うん、名前は品川 U ボートっていうのか。そうなんですね、五反田なんですね、はい、まあ、やってるってことですね、はい、楽しみですね、はい、うん、あの本もね、一緒に本を書いたりしてるんだけれども、で、あのブルースの本のはいつも監修ということで坂本さんが入ってるんです。ただ対談という形で皆さんに公開するのは初めてなんです。なるほどね、中身はまだ内緒ですけどね、はい、うん、はい、ありがとうございます。レベル4の話を、レベル4の話、レベル4が今回世界初、初世界初なんです。初ブルース・モーエン自体が今中身どうしようかなって多分考えてるはずです。日本は世界初なんですね、日本初じゃなくて世界初だったんですね、はい、うお、それじゃあすごく得しちゃうじゃないですか。そうです、得です。私たちもだから初めて受けるんです。へえ、これはじゃあそうですね、あのまあちょっとですね、宇宙探査コースっていうふうに日本語では名前を付けたんですけれども、うん、はい、要は人間の意識以外の意識体、うん、それが動物であったりとか地球外生命体であったりとかっていうものたちともコンタクトを取って、まあ、うん、皆さんがどういう考えで生きているかとか、はい、どういう文化を持っているかとかってそういう情報を集めてくるっていう内容になっています。私たちね、まだあの詳しいことを実は聞いていないんですけど、うん、だいたいこんな感じっていうのを、うん、はい、聞いただけな。ただあのトレーナーの中にも今まで何度もワークショップ出てる人ですと、あのレベル1でもレベル2でもその時にですね、ちらっと皆さん地球外生命体っぽいのを目撃されてる方が何人もいらっしゃるんですよね。でその話はブルースも知っていて、ブルースも
まあ、彼もねそういうものに会ったことがあるというような話はしておりましたので本の中にもね書かれてますよね。でぜひ私たちもちょっとその宇宙人に会えるようなワークショップ作ってっていうことで前からお願いしていてやっと今回聞いていただくことができました。やってというリクエストをね数年前から出してました。はい、ブルースの本の中では、知的生命体の愛を知らない、うん知的生命種族に愛を教えたっていう話が出てくるんです。あれ3冊目でしたね。ありましたね。面白い話です。で2回目に会った時彼らは共有意識っていうものを持っていてその種族全員が愛っていうものを覚えた知ったっていう状態で1回目は全く知らなかった何それっていう状態だったんですけどこれが愛だよっていうのでこう教えたんですねブルースが。すごい素敵な話。面白いですね。へえ。まあ何か そういうところにいるしね、宇宙人だったら愛とか知ってそうな気もするんですけど、うん、そういうわけでもないんですよね。知的には多分人間地球人よりも上だと思うんだけど愛を知らなかったっていうね、うん、そういうなるほどね。どこしかちょっとわからないですけど、うん、あとあれですよね、いわゆるギャザリングって言われているこれはヒミシン君でよく言う言葉かもしれないですが今アセンションがどうのって話があったじゃないですか、はい、そこら辺も含めて人間の意識が非常に大きく変わって来ているのでそれを観察に来ている宇宙人、あるいは宇宙船みたいなのがたくさんこう集まっているその意識レベルのエリアがあるんですね。35あたりですかねって言われてるんですけどヘミシンクでは、うん、でそこあたりももしかしたら探検に行けるんじゃないかなと思っているんですけどまだはっきりわからない、うんうんうん、確かブルースあそうかそうかそうかそのヘミシンクのところに結構ウルスモイさんもいっぱい行っててだけどいろいろこう自分のところもいろいろ作り出したって感じになってるわけですよね。で本に書かれてる多くの、まあうん、あの全部じゃないですよ、はい、半分以上はそのヘミシンクでの体験談なんですが、うん、それが非常に中身が深いんですね、うん、私たちはねやっぱりそれを読んでいいなと思ったりするんですね、うん、はい。ちょっとじゃああとそしたら今度は皆さんの体験とかですかねをちょっとお聞きしたいと思うんですけど。どうしたんですか。どっか喋ってない。喋ってない。今思いついたのは、ね、うちのおじいちゃんあのレベル1の時だったかな。あの私もこう普通の生徒として参加してる時に。あのみんなでこう自分の知ってるよく知ってる人で亡くなった人の名前を出してで全然知らない他の人にその名前を見てその人のとこ会いに行ってもらう会いに行ってもらって話を聞いてくるっていうワークをやるんですよ、うんうんうん、あのレベル1の最後にね、はい、それでうちのもう30年ぐらい前に亡くなったおじいさんなんですけどそしたら何人かの人がこの人は前世で高僧だったみたいですねとか、そうなのすごいとか思ったら他の人たちは口々でも今のこのおじいさんはどうも成仏してないみたいでまだね迷ってますよってちゃんとねフォーカス27に行けないでもっと下のとこレベルでねなんかうろうろしてでパジャマ着てスリッパ履いたまんまこうボーっとした顔して歩き回ってるとこが見えましたってアニマの人が言うんですよ、うん、そうなんですか。やっぱりあの介護施設で認知症になって亡くなったんですよ、ね、だから自分が死んだことに気づいてないのかなとか思ってでその時みんなでリトリーバルしてくれないんですかって言ったらあゆうこさんが今さんは自分でできるんだから後で自分でやってあげなさいよって言っていましたかね偉そうにで、まあ、他のワークに移っちゃったんです。でその後私も、うん、あのまだその時初めて受けたばかりだったから怖いな。そうやっぱり一人でそういう死後の世界に行ってリトリーバルするのはちょっと怖いなと思ってたんでしばらくほったらかしといたんですよね。まあ30年もサボってたあのさまよってたんだから半年や1年遅れたって感じになろうと。であのよく電車の中で居眠りしながらそのリトリーバルの練習とかあとガイドに会う練習とかね呼吸法をつけてなんだっけ準備プロセスって、はい、そうあれをよく練習してたんですけどそれを練習してたら突然頭の中で声がして、うん、今やろうぜってえ何をって言ったらその
君のおじいさんを今リトリーバルしようって、なぜだかわかんないんですけど、そう言われたんで、電車の中で居眠りしながらおじいちゃんに会いに行って、おじいちゃんもうあんた、おじいちゃんもう死んでるんだよ、もっといいとこ行ってね、先に死んだおばあちゃんのところ行きましょうよって言ったら、ふんふんふんってついてきたんで、で向こう行ったら本当にあの若い時に亡くなったおばあちゃんが、昔の若い時の姿でおじいさんって出てきて、で二人で仲良くお家の中、昔のお家の中に入っていっちゃったっていうのがありましたね。その後他のまた他の霊感の強い人に実はこういう話があってやってみたんですけど、どうですかって、ああもうおじいさん向こうの世界へ帰られてますね、成仏なさりましたよって言われたんで、おできたみたいなことがあったんでね、こう身内の人、亡くなった身内の人なんかこれやってあげるとすごくいいなって思いました。それが私の最初の一人でやったリトリーバル。そっか、じゃもしかしてもあのその東日本大震災の後とか皆さんもしかして相当活躍されたんじゃないかなと思うんですけど、うん、なるほどね、うん、そうですね、あの時本当たくさん光の存在が迎えに来てましたね。はあ、亡くなった人よりも迎えの方が数が多いんじゃないかなと思うぐらい、なるほどね。じゃあある程度もともと予想されてたかもしわかんないけど、上の世界だと、うん、そうかもしれないです、ね、準備されてたとか、そういうことですかね。ヘミシンクやってる人たち の, そのミクシーのサイトがいっぱいいくつかあって、そういうとこでみんなでそのグループごとに合同でリトリーバルしませんかっていうのがあってね、私も参加したらやっぱなんか空いっぱいこう天使とかそういう神様っぽいものがぎっしりいたっていう感じがしました。なんか黒いね、こう背の高いね、黒いカッパみたいなものがいて、でその長い棒を持ってね、こう砂浜をこうやってつっついて、ここに埋まってるよとか言うんですよ。で、ね、他のトレーナーの人にその話をしたら、私も見たわよとか、どうですか？なんか似たようなことは言ってなかったのかしら。うーん、ドロドロのは見ましたけどね。で、なんかグレーのもうなんかだからどなんていうんですか、あの海が波が引いた後の土ってすごくドロドロ、スライムっぽいようなドロドロの感じで。そこにたくさんの人が埋まってる感じがするんだけど見えないじゃないですか、うん、でブルースのメソッドの中、ま、あのこれが、死後探索マニュアルっていうのがありまして、これがレベル1の内容を自分で自習するために書かれたものなんですけれども、あの、まあ、これで全独学もできるんですけどね、あの結構根性、あのブルースの、教えている一つのこう技っていうんですかね、その中にそれはそこにないと見るっていうのがあるんですね。でそこに存在しないというふうに私たちが思うことで、迷ってる人たちもないっていうふうに思えて、例えば瓦礫に埋まってる人とかで、この間の311ではその泥に埋まってる人に泥はないっていうふうに私がないと見るを使ったんですね。もう大丈夫ですよ、埋まってないんですよ、起き上がりますよって言ったら、いっぱい起き上がってきたんですけど、泥だらけの人たちなんですよ、顔も全身で、男か女かもわからないし、年齢もわからないし、もちろん服装もわからない状態で、これはちょっとどうしようって思って、もう一回それを使ってないと見るとちょっと違うんですけど、これから号令をかけると皆さん震災に遭う前の姿、綺麗な姿に戻りますよって言ってこう合図を送ったら、みんなおっていう感じで、あの綺麗な元の姿に戻って、で、まあ、救出をしたっていう、そういうねやり方があるんですよね、うん、結構これはね使い勝手がいいです。あ、まあ、死んじゃうと時間が止まってるからかな、そのあの自分であまり能動的にいろいろ変化できないんですね。そうなんですよ、そう思い込んでるんです。思い込んじゃってるから、本当だって体がないんだから、うん、何も瓦礫の下に埋まってたりする必要はないわけですよね。うん、でもそこに入っちゃってるって固定化されたイメージがそのまま固定でなっちゃうんですね。泥の中にずっとこう寝てる状態で、うん、なるほどね、うん、
今さっきなんかちょっとああだからあのその方たちをこう上に連れていくのにね、はいはい、どうやったらいいのかっていうんで、まあ、皆さん工夫してなんかこう長いそのフォーカス27の天国みたいな場所まで連れていったのはしごを作ってね、うん、そこ登らせてる人とか、うん、で私は大型バスがあるってイメージして、うん、さあ皆さん天国行きのバスが出ますから早く乗って乗ってって言って乗ってもらってであの天使が運転手に変身してブブーッつって天国から連れてったっていうのをやったんですけど、そういうふうにこう頭の中でイメージ作って、設定すればそれにどんどんできちゃうっていうこと、すごいすごい世界ですね。そうです。私は海にすごく大きな光の船が何艘もあるのが見えまして、でそのうちの1艘に乗ってでみんなに声をかけて光の浮き輪を投げてそれに捕まってもらって、私は引っ張る役はやらなかったんですけど他の方が引っ張ってくれて、で最後船はどうなるのかなと思ったら空に登ってきましたね。うーん、なるほどね。なんかそういう震災とかその魂レベルでもそういう助けというかなんでしょうね、救いみたいなものがあるんですね。いろんな団体はやっぱり同じようなことをしてましたね。あ、まあ、もちろん祈るっていうことをしてらした方もいますし。なるほどね。私はその移動途中の震災で亡くなった方の魂がいっぱいいる場所を見ましたね。あ、で、あのもう瓦礫に埋もれたりとかそういうことはなかったんですけれども、うん、実は私ヒプノセラピストやってまして、うん、あるクライアントさんをあの震災とはまた関係ない内容でその人の個人の問題を解決しようと思って催眠にかけていたらば、そのクライアントさんがまずそれを知覚したんですね、うん、ということがありましたね。でその方はもうブルース・モーエンのことは全く知らない方で、で何か野原みたいなところに人がいっぱいいるようだと、うん、なんか見てみると老若男女いるし、うん、なんか町内会の旅行みたいな感じもすると、うん、でその中の大人の人にちょっと話しかけてみようってことで話をしたんだけれども、うん、大人の人はなんかこうちょっと落ち着かない様子でうまく話ができなくて、子供がいたんですよね、そのいっぱいいる人の中に。小学校5、6年生の男の子に、うん、どっから来たのって言ったらば、宮城県のとある海沿いの町の名前を言いました、うん、そしてその町の皆さんだということを彼に説明されて、うん、しかもその男の子の名前も聞きました。まあ、普通の日本人の名前でしたね。それでこれから、まあ、町内の人みんなと出かけるんだっていうふうに彼言ってましたね。うん、でまあクライアントさんはこのブルース・モーエンのリトリーバーのことは全然知らないので、でも彼女もどうやら気がついたみたいで、これはもしかしたらって言ってきたので、もうブルース・モーエンのやり方で、まあ、ガイドさんたちいっぱい呼んでリトリーバーをしたっていうことはありましたね。ですので、あの全くブルースのことを知らない初心者の方でもきちんとこうつながればそういう体験をすることは可能ですから、うん、本当にどなたでもできます、うん、はい、うん、あとはまあね、やり方を覚えていただければというところですね。はい、本当に簡単なんですよね、はい、以前、2010年ですかね、あの、まあ、ここにちょっとね収められてるんですけれども、うん、あの3時間で通訳付きで、ミニワークショップっていうのをやったことがあって、でその時にあのリトリーバルまで実はやっちゃったんですね。もう必要最小限のことだけ教えて、さっき言った準備プロセスみたいなことをちょっと、うん、もうあの細かくやらないでこういう感じですからやって誘導に沿ってやってくださいみたいな感じでやって、でリトリーバルのエクササイズをやったら結構な方ができちゃってたんですよ、うん、でなんか自分で何やってるのかもよくわからない状態でできちゃっていて、うん、あのまあ、その後その自分が何をやったのかってことがうまく把握できなかったりすると、うん、ちょっと精神的に不安定な状態になったりすることもあるので、うん、ちょっとこれやりっぱなしは良くないよねっていうことで、まあ、ちょっと今はあんまりやってないんですけれども、できる分にはできてしまうんです。できちゃうんです。裏付けも取れてしまうんです。ただブロスの話聞きに来たっていう人ができちゃうんですね。でそのこういうリトリーバルみたいなことを自分ができてしまったっていうことで、うん、こうちょっと精神を病んだりとか不安定になってしまったりとかいう方があ、そんなにない方は、ね、出ないんですけども、うん、出てしまうと
はやっぱりよくありませんから、ケアしないとね、はい、何が起きてるのか、びっくりみたいになっちゃうわけですね、はい、新年体系クラッシュ、新年体系崩壊っていうことがあって、これもワークショップの中ではしっかり教えてるんですが、そっか、はしっかり、はい、3次元しかないと思ってる人がいきなりこう見えない世界をどんどん体験しちゃってって話ですね、ちょっとショックを受けるって、そうそう、自分の信念と相反する体験をそこでしてしまうわけですから、アイデンティティが壊れた体験になるんです。それが再構築されるまでちょっとこう、えっていう、じゃない、そうですよね、確かに確かに、はあはあはあ、だからそういう自分のね、アイデンティティがクラッシュしちゃうぐらいの体験が結構できてしまうってことなんですよね。ああ、なるほど、ね。ただ311の時なんかは、うん、あれによって多くの方がクラッシュしてましたよね。もちろん遭われた方は、震災に遭われた方もそうだけど、今映像でバンバン映ってたじゃないですか、うん、それを見ている離れたところの人もやっぱりクラッシュしてるだろうなと思って、まあ、こういうメソッドを知っていれば、そのケアの仕方っていうのも教えてるので、ああ教えられたらいいのになんて思いながらテレビ見てました。うん、はい、他の方で何かお話とかある方いますか？たまには出ないと私忘れられてしまうので。体験談とか何かありませんか？自分が体験したこととか。あ、体験ですか？うん、本当に個人的な、うん、そうそう、その方が話して大丈夫だけど、ぜひそういうのがいい。私耳がこっち聞こえないんで、どうして耳が聞こえないんだろうってことで自分で言ったら、はい、自分が宇宙人だったっていうところまで行って、うん、でその宇宙人が、皆さんギョッとするかもしれませんけど、その宇宙人はこう耳が、こういう耳じゃなくて、ただ穴が開いてるだけの耳なんですよ。でその宇宙人は地球人の耳を見てすごい感激してしまったわけですよ。素晴らしいと、なんて美しいんだろうっていうことで、私その部屋行って、それは私なんですけど、見たら耳のコレクションがずーっと部屋中にあるんですよ。だから亡くなった方の耳を、なんていうの、持ってきてコレクションしてて、これ素晴らしいんだよこの耳はっつってこう見て、あ、これが原因なのかなと思って、うん、ちょっとびっくりをしたことがありますね。おー、すごいの出てきますね。それで私は、これは要するにその人が、その宇宙人が自分の耳持ってるわけですよ、うん、でも形は確かに地球人とは違うけれど、自分の耳というものをこれは素晴らしいんだって思わずに、こっちがいいんだっていうふうに思ってる、あ、それが大きな間違いなんだっていうことなんですよ。分かった。要するに自分自身のことを下げすんでって、で他者をいい、ああいう欲しい欲しい、そういうのでは私はこう耳をね、うん、聞こえなくっていう部分もあるのかなと思って、それはすっごいよく分かりましたね。それで、ああ、私はそういう精神があったかもしれない。なるほどね。まあそれ僕も皆さんも分かると思うんですけど、解析しちゃうと結局、まあ、あえて人間になる時に耳が聞こえないっていう状態を選ぶことによって、自分の耳を大切だっていうのを思い出すっていうことを経験して、そこをクリアしていくっていうのを選んだっていうことですよね。そうですと思われますよね。パッとすぐ分かる。なるほどね。感じで、だから私の人と話して、実際に、まあ、あなたは私みたいに地球人に今なって自分の耳はなったんだけど、やっぱり自分の耳っていうのはすごく大事なんだよねみたいなことを話して、なんかそれで、まあ、リトリバルっていうわけじゃないんでしょうけど、やっぱり自分の過去世なんで、自分自身が納得することによって、それでそれは一応そのクリアっていうのは、やっぱり自分自身がそれを受け止めるってことはすごく大事なんだなって思いましたね。なるほどね。すごい。まあ、その過去世っていうか、まあ、他の宇宙人の時の過去世も癒してるってことですね。それが出てきて癒しちゃうっていうね。びっくりした。あ、すごいな。でもそれはやっぱりこういったルースモエンさんのね、ワークショップだとか、そういうところならではのところなのかなと思うんですけどね。普通宇宙人とか出てきたらわーって日本人、あ、そうだね、いろんなところでやっても宇宙人出てきたらわーって逃げちゃうかもしれないからね。逃げたらあるの、宇宙人の過去性。そうですね、宇宙人の過去性というか、私何回目かのブルースのワークショップに出た時にですね、
ちょっとサボって別のとこ遊びに行こうかなって思ってですね、ブルースの誘導を無視してちょっとなんか面白いところになんてガイドさんにお願いして連れて行かれた図書館みたいな大きな倉庫みたいな部屋でですね、顔がトカゲみたいな、でも体は人間タイプヒューマノイドだけど頭から上がトカゲみたいな人たちがいっぱいいるところに行きました。でも私がパッて来たらみんな私のことを怯えるんですよね、ゴロゴロって感じで、うん、でなんでかなと思いながらもなんか面白いのでわーとかってこういうふうに遊んでたんですよ、ね、うんとうん、そうしたらばふと鏡みたいなものが部屋の隅にあるのに気づいて、うんうん、窓かな鏡かなと思ったんですけど、まあ、なんだろうって見に行って覗いたらば自分の顔がトカゲになってました。これは結構ショックでしたね。でびっくりして、でもまあワークショップ中でみんなちゃんと真面目にやってるんで、他のことね、遊んでたのがバレるんでキャーとか言えなかったんですけど、で帰ってきてびっくりしてちょっとまあ近くの人に私ちょっとトカゲトカゲみたいなわけのわかんないこと言ったんですけどでもその後ちょっとそれが検証できる機会がありまして、あのとある友達の友達でちょっと変わった子がいるんだけど、彼女自分のこと宇宙人なんだよねって言ってる子がいるんだよねって友達に言われて、その人にちょっとうちに遊びに来てもらったんですよね。そうしたらば、まあ、ちょっとやっぱちょっと変わってる女の子だったんですけれども、なんかこう彼女がスケッチした絵を私に見せてくれたんですよね。これは私の本当の姿だよって言って見せてくれた絵が、そのトカゲ型のいわゆるレプタリアンって言うんですか、うん、みたいな、なんかそういうの見たことありますよね、見たり聞いたりしたことありますよね、他の本とかで、うん、で私が見たものにそっくりだったんで、あーと思って、うん、もしかしていたって何も言わないで聞いたらばうんって言われました。あ、覚えてるんですか、その人も。で私が何も言う前に彼女が言ったには、私が言った時にみんなが引いた理由っていうのを教えてくれて、私は何度もそこに実は寝てる間とかに顔を出してるらしくって、なんかその時の振る舞いが乱暴だったと、私はこうみんなに会うと嬉しくて、そういうやつだったんだって、そうだみたいな、でみんなが怖がって引いていたんだって、また来たあいつだってやだっていうことを言われて、ああなるほどねって思いましたそういうキャラだったんですね。本質的な世界に行くと面白くってですね、いろいろなことやっちゃうんですね。遊んじゃうんですよね。物をひっくり返してみたりとか、乱暴者なんで。はい。ということはありましたね。あっちはあっちでやっぱりその人たちの生活点やっぱあるんですか。私が見た時には整列していたんですよね、割と。で代表者で喋る人がいて、一応その人の口だけでこう口はちょっとなんか動いてるっていう感じだったんですが、なので仕事中っていう感じでしたね、どちらかというと。何かこう会社みたいな組織みたいなものがあって、一応こう外から来る人を迎える場みたいな雰囲気はしました。でさらに代表して喋ってくれる人は一応人間のおじさんの顔をしている人だったんですけれども、なんかですね、喋り方がちょっと変で全然表情が動かないんですよね。こう口のあたりとかが全然動かないで、おかしいって言ったらば口が動いたんですけど、こうやって動くんじゃなくてこうやって動くみたいな、ちょっとおかしいだろうって指摘したんですけどね。で何かちょっと変だったんですよね。でそのちょっとこう宇宙人だったという彼女が来た時に、なんかこうやって喋ってなかったって言ったら、実はその地球人がねやってくる時には、顔がトカゲだとちょっとやっぱりコミュニケーションに問題が出る人がいるので、一応そういう人間型のマストみたいなものを作って、話はするんだけども、やっぱりちょっとこうおかしなところはあるんだとは言ってましたけどね。ただその代表者が一人だけだってね、人間の形してたらいいんですけど、周りにだーっている人たちがみんなトカゲとかね、ヘビみたいな顔なんで、ちょっとどうなのかなって思いましたけど。ああ、なるほどね。あのレプタリアンというか、もう気使ってくれてるんですね、ちょっと使い方がちょっと半端ないでも別にレプタリアンって言うとね、一般的にはなんかこう怖い存在、人間に脅威を与える存在っていうふうに言われたりしてますけど、まあいろいろいるのかなっていうのは思いましたね。
あと今後あれですかね、その流れとしては他の星の人類とかとの接触っていうのは今後起こってくるんですかね、やっぱり。うん、というかもう私たち結構接触してますから、うん、もういろんな人がこれからもっともっといっぱい起きてくると思いますね。うん、まずこう意識の中で接触が起こっていて、うん、でやっぱり後では物理的なところまで降りてくるっていうことになるんでしょうかね。だと思いますね。一番意識の次元でアクセスするのは手っ取り早いですよね。うんうん、まあ、すぐつながるわけですよね。要は距離がない関係ないから。うん、ヨーコさんもね、会いましたよね、宇宙人らしきものね。だっけ、円盤の中一緒に入りましたね。あ、そうそう、どうぞどうぞ。その話するの？あの彼女が連れてってくれたんですけど、フォーカス49というところにある宇宙センターですかね、あれは。みたいなもの、宇宙センターっぽい、 かなり大きな、湯たんぽ型の、湯たんぽって分かりますかね、うんうんうん、ながらの真ん中へこれですね、湯たんぽ型 の、 あの なんかセンターみたいな大きなのがあって、そこに連れてってもらった時にね、もう本当にいろんな顔をしたのがいて、でトレーナーでちょっと練習会をやった時にみんなでそこに行ったんですよ。やっぱりみんな同じような感じのを見ていて、あのこれは、まあ、それがレベル2の、ね、パートナー探索でもあるんですけれど、それぞれに見かけていたり、あるいはその同じような場所、同じような生物を見かけていたりして、あの検証したんですけどね、面白かったですね。面白かったですね。同じようなのを近くしてましたね。まあそれをレベル4でブルースがやるかどうかはもちろん分かりませんけれども、でも結構みんな慣れてくるとブルースの誘導に従わないで好き勝手なところに来る人が出てくるので、そうね、避けてるんですよね。そう、みんなでちょっとこう集まった時にこうお楽しみで、その、フォーカス35のギャザリングのエリアに行って、宇宙船あるいは宇宙人とコミュニケーションするっていうのをちょっとこう自分もやりながら誘導したことがあるんですね。でその時私はこう無人の宇宙船にのこうタラップが降りてきて乗せてもらったんですね。でも誰もいないんですよ。誰もいないじゃんと思ったんだけど、なんとなくだんだん分かってきたのは、その宇宙船自体が意識体なんですね、っていうことが分かってきて、で何かを質問したりすると、上からこう光線がすごくカラフルな色のいろんな光線がこういろんな向きにこう落ちてくるんですね。でそれをこう見てると、それが言葉なんだっていうのが分かってて、でこうインスピレーションでこう言葉が分かってきて、でこうだんだんこう会話がゆっくりできるようになってきて、でいろんなことをこういうの聞いてくださいなんて言いながら自分も質問してやってたら、気がついたら日本語で喋ってました、ね。なんかそんな感じってありますよね。最初はだからその慣れるまでは一生懸命こう訳してる感じが自分の中でもあるんですけど、気がつくとスムーズに、あ、日本語でいいんだ。最初は一応ね、宇宙人かなと思うと気使いますよね。日本語通じるかなとかね。だんだん慣れてきちゃう。あと外人もそうですよね。あのリトリーバルしたりする時に亡くなった、例えば過去生とかもそうですけれども、外人が出てくることがあるじゃないですか。でも日本語で全然問題ないですね。うん、私モンロー研究所に行って最初に出てきた外事さんの幽霊には一応気を使ってハローって言ってみましたけど、そのうちそんなのは忘れてしまいました。まああれです、テレパシックな状態だと思います。そうなんだと思います。あ、本当に日本語で喋ってるわけではない。うん、面白いですね。いや、これの話聞くと時間そうやっていたくなるんですね。時間がいくらあっても足んなくなりそうですね、インタビューのね。いっぱい聞く時間ことができそうな気がしますけどね。本当に簡単にできてしまいますから。まあ、人間だけじゃなくて亡くなったペットにね、会ったりもできますし、そういうことをやってるチームある。あれ、リムさんは会いに行ったの？ワンちゃんは。ワンちゃんはまだこの辺にいつも漂ってる感じ。リムさんのね、あの、じゃあワンちゃんの話は。私はワンちゃんはもう大往生なんで、普通にリトリバルする必要もないんですけど。でもあのガイドとしてついてくれてるって。そうなんですよ。いや、もともとガイドだったのが、上から一生懸命メッセージ送っても私が全然聞かないもんだから、そう、もうわざわざ犬になって出てきてくれた
生まれて出てきてくれて、そばで一生懸命ワンワンって言いながら、ママこっち向いて気がついてって言って、そうずっとねやってたっていうのが後で分かったんですけど、ね、うん、で、まあ、大体、まあ、私もそれでスピリチュアルの世界に、まあ、ワンコに導かれたみたいな感じで入って、でいろいろやってて、そのこのリトリューバル学んだり、あとゲートさんのところ行って勉強したりして、だいぶこういろんなブロックが取れてきたんで、この間香港から香港のゲートさんのツアーから帰ってきた夜にもう死にそうでこう寝たきりだったんですよね、うん、22歳で、すごいでね、私の顔を見た途端にドーッと具合悪くなって明け方に亡くなっちゃったんです。だから、うん、もうこれで私元の世界戻っても大丈夫なのねってちょっと思ったんだと思って、オッケーだったんですね。そう、それでまあ今はなんかこのいつもなんかどうしてるのかな向こうの世界でとか思うと、上からちゃんと見てるわよ、しっかりやりなさいみたいな目が見てくるんですよ、上から目線じゃないけどねあっちのワンコも偉いんですね、きっとねそういうのもこうリトリバルとかね練習してたから、そういうのが分かるようになったのかなと思います。ガイドがワンちゃんで生まれてきてっていうことなんですか。私の場合はね、面白いですね。あの名前を使ってあの亡くなった方を訪ねるときによく飼ってたペットがそばにいますよね、うん、亡くなったそのままペットと、ペットっていうかまあ寄り添うようにして、でも一緒に猫とか犬とかはよくいますね、うん、ちょっとレベル4では、まあ、動物の意識体も尋ねることができるみたいなんで、その辺もちょっと調べていきたいなと思って、ね、動物には動物の意識エリアがあるっていうふうにブルースは言っているんですけど、向こうでペットと一緒にいる人がいるので、その辺の関係はどうなのかな、だから、まあ、尋ね、あの亡くなったペットちゃんを尋ねた時に、例えば猫だったら猫がいっぱいいるところに行く人もいるし、そうじゃなくて私たちがいつも行ってる人間がいるエリアに行く人も両方いますよね、そういうことなのかな。まあ、ペットはいろんなこう個性があるんですね、うん、あの動物にもこう意識レベルがいろいろな段階があるみたいで、そのガイドとして活躍するペットもいるし、かわいい愛玩動物っていう存在でね、そのママのために生きたなよみたいなねそういうのとかいろいろやっぱ人間と同じでいるみたいなんですよ、で結構ね皆さん本当飼ってるペットが実はねその飼い主さんを導くためにやってきて一生懸命尽くしてんだけど、飼い主は全然気がつかないでこのボケナースとか言ってて蹴飛ばしたり紐つけて引きずったりよくしてるなって私が見ると聞こえちゃうわけですね、そういう声が、そうそう、まあ、なんかね、このワンちゃんは導くために来たのにね、分かってもらえなくてかわいそうにねとか言うのすんでいいよみたいな話をなってそっか、あ、うなずきますか、分かるみたいです、分かるみたいですか、すごいな、やっぱこう心は通じちゃう、あ、へえ、面白いです、こういうの分かってくるとすごいですね。ブルース・モエのメソッドは本当にいろんなことに応用できるので、まあ、これはあまりはっきり言ってはいけないんでしょうけれども、例えば精神的疾患ですとか肉体的いろんな問題なども、まあ、全部じゃないですよもちろん、でもリトリーバルである程度改善をしていくっていう事例もたくさんあります、はい、まあ、私もまあそうだろうなと思ってるんですけどね、まあ、ヒプノセラピーとかと同じですよね、なんかやっぱりちょっと変わることによってちょっと変化、現実も変化してくるっていうんですよね、なるほどね。ただ一般的なヒプノセラピーだとただ、あのそれをその現実を見たり知ったり、まあ、認識して終わりっていう場合もあるんですけど、そこにさらにリトリバルっていうあの技術を入れることでさらによりその効果が高くなるっていうのは私もあの実はカウンセリングでやってるんですけれども、それはすごく感じますね、またその時にあのガイド的存在からいろんなアドバイスもらったりするとさらにまた違いは違ってくるんですよね、やってるからね、やってますね、
普通のヒプノセラピストの人は例えば過去性探索、まあ、過去性を訪れて自分が悲惨な死に方をしたのを見たっていうと、そこでまあ見たものを検証して反省してどう生きたらいいかっていうところで終わるんですけど、私はそこで、うん、その死んだ自分をきちんとこう過去性の自分を引き上げてリトリーバルしてっていうところを一応入れてますね、うん、はい、そうするとより、うん、なんていうんですかね、クライアントさんが生き生きするっていうんですかね、本来の自分を取り戻せる、魂かけた一部がきちんと自分の中に取り戻せたんじゃないのかなっていう気はしますね、はい、癒しが起こったり、あるいは気づきが起こったりしてくるんですね、それを見てるのは非常に楽しいですね、なんか楽しい、人の悩みで楽しい申し訳ないなんていつも思うんですけど、楽しかったなって言えないけど思っちゃいますね。まあ、あのブルース・モレンのワークショップではそれを自分で自己でやるっていう方法を教えてます、うん、いろいろなレベルさんの中ではそういういろんなのをやってます。そうですね、で、あのブルース・モレン自体が、非常にこう愛に満ちた人なんですね、うん、あの見た目結構な年齢のように見えるかなと思うんですけど、ハゲた、超ハゲたおじさんなんですけど、あの、新地ごめんな、でもあのまだ60代なんですね、実は。そうですね。ちょっと見えないんですけど。で、彼はもう欲っていうものがほとんどない方で、そういう意味ではこう、あ、これが愛に生きる人なんだなっていうのを感じて、ものすごくこう、あのブルース・モエさんに会えただけで幸せですっていうのを参加者の多くの方が言ってますね、うん、ぜひ夏そうですね。でも決して聖人君子ではなくて、結構面白いことも、はい、言いまして、あのくだらない親父ギャグなんかも言ってくれますので。あ、そうですか。ギャグ好きだよね。好きですね。普通のおじさんです。はい、ああ、なるほどね。フレンドリーですもんね。はい、フレンドリーです。日本語で親父ギャグですか。いえ。英語で？あの、で、はい、通訳の大野さんが苦しい親父ギャグをきちんと通訳担当させていただいてます、大野真紀子です。今年の夏もね、今年の夏全部やってくれるので、親父ギャグも訳してくれる、はい、淡々と親父ギャグを訳してくれました。マキちゃん、まあ、あのワークショップ自体にも参加してくれてるので、すごくこのメソッドのことをよく理解してくれてるんでしょうけど、すごくあのいい通訳をしてくれます。なんか思い込みをいかに外していくか、信念体系のね、あの崩壊、私も何度も経験してるんですけど、本当に深いです。うん、で愛に満ちてるんですよね、うん、無条件の愛をいつも伝えていて、そういうワークもいっぱいあるんですよね。ハート、ハートにアクセスして、はい、ハートの知性とつながったり、まあ、さっき言ってた準備プロセス、その向こうの世界にまず入る前の準備の段階として、あの愛の感覚、愛のエネルギーっていうものを使うんですけど、これもやっぱりブルース・モアイのメソッドの特徴だと思います。これの効果は非常に高いです。非常に高いですね。現実世界でも実は使えるいろいろなすごい技があるんです。これをやれば、真面目にやれば、夫婦喧嘩とかお姑さんと仲悪いとかっていうのがだんだん解決していきますね。これレベル1の中で、ね、はい、学べますので、ね、ぜひ、たったレベル1を出ただけでそれができ可能になっちゃう。なんかものすごくお得だと思います、ね、家族に問題がある方はぜひみたいな。ぜひぜひ本当に。ははは。ね。はい、どうもありがとうございます。そしたら違う質問なんですけど、あの結局人間っていうのは、この生きてるままでも実は死後の世界ともつながってるってことですよね。これができるってことは。そうです。ねえ。まさにその通り。ってことは人間って多次元的存在だってことですよね。そうです。どこをもって次元を切るかっていうのがあるんですが、近くすることはできますね。そう。で、ブルースの方にも出てきますけれども、
あのフォーカス35あたりにあると言われてるハイヤーセルフとかトータルセルフとかもいろんな呼び方があるんですけど、はい、大きな自分みたいな、うん、そこの一員であってそことはつながってるっていうのがブルースの本には書かれています、うん、光のフィラメントでつながっていてでそこからなんかエネルギーが流れているようだとで辿っていったらこう一人の人間の人に行き着いたっていうのが本に書かれてるんですけど、うん、まああの私たちもそういう形でつながってるわけですね、うん辿ることはできますね普通に、うんはい、私一回やったことあるんですけれども、うん、これ一人でやってたんですけれどもまあ普通にレベル1の応用編という感じで自分で準備プロセスをやってそれでなんかこうここら辺かなんかなんかどっかに繋がってるような感じがしたのでそこを辿っていったらば、うん、まあ自分のイメージするハイヤーセルフのようなところに行ってでそこから誰でもいいからちょっとこういけないかなって思ったらたどりましたね、うん、他の人他の人のところに自分の魂の家族から、うん、今リアルで生きている当時ですね15、6歳のロシア人の女の子でしたああ魂の家族、はい、まあそれは、まあ、どう説明してるの、うんまあ、グループソウルとかそういうレベルってことですよね結構大きいレベルの中の一人ちょっと実験台になってもらった感じだったんですけど、うんはい、で彼女の頭の中に入っていく感じだったんですがでも彼女は何やられてるかすごい申し訳なかったんですけど分からなくてちょっと混乱してましたね、うん、誰でしょうね誰って言ってました私の方に向かってなんかでも入ってきた感覚があったんだと思うんですよ厳しい入れるんだ生きてる人に、はい、あの本当にこれはあの本当にヘルパー、まあ、ガイドのヘルパーって言うんですけど、ヘルパーに導いてもらったので、そこらの人にね勝手に入ったらまずいと思うんですけれども、そうそう勝手にやるのはあまり好ましくないです。ロシア人に手紙書いとかだとね、すいません入っちゃいましたって。ですね。あの時私あの時入ったの私だとか言って。ちょっと申し訳ないことしちゃったかなと思ったんですけど、現状まあ謝ったりして訳を話して、でその時のイメージは彼女の顔ははっきり見えて全身もはっきり見えて名前もその時聞きましたね。それでその後に彼女の目がバーンと大写しになってギョロギョロ私の方を見て観察してるんですよねで誰ってで一応説明をしてヘルパーに仲立ちしてもらってってことをやりましたねへえじゃあ相手にはじゃあ説明して一応あの健在意識でも残っ記憶に残ってるってことですねあの夢を見ていたのかもしれませんああそういうふうに認識するから、はい、ああなるほどね妄想と思うかもしれないし変な東洋人が来たそういう意味でもブルース・モエのメソッドの本当にまたもう一つのいいなと思う場所っていうのは、うん、そのヘルパーっていう存在を非物質なガイド役を使うんですね、うん、なのでそういう意味でやっちゃいけないことはあのやらせてくれないですし自分一人で勝手にあっちこっち行くわけじゃないので、うんまあ、連れてってもらったりそのいろいろ教えてもらったりってことができるのでそれは非常に有効ですね、あのヘルパーにお伺い立てますし危ない行動したら止めてくれますやっぱこう多分僕はねこういう世界が人類にオープンになってきたっていうことはやっぱり理由があるんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、やっぱり昔だったらこんなことをねやってるっていうのは、うん、まあ少数者やったのかもしれないけど、でもこんなポピュラーになっちゃうっていうのはすごいなんか意味がありそうな気がするんですけどね、うん、どういうところなんでしょうねそういうことはね、うん、どう思われます最近思うのはですね、ヒプノセラピーとか私こういうことやってるっていうとですね、うん、結構30代40代の男性の方が興味持って来られるんですよね一昔前だったらちょっと男の人がねしかも働き盛りの人がそういうことをするなんて考えられないと思ったんですけれども普通の会社員の方とかいらっしゃってあとブルース・モエのワークショップ結構お医者さんが参加されたりとかすることがあるんですよねやっぱりその生と死の現場を見られてる方が何かあると思ってきてるみたいでなのでかなりもうそういうところはこの世の世界だけじゃないっていうことも皆さん特に日本だからなんですかね多くの方が絶対この世の世界だけじゃないっていうふうに思われてきてるんじゃないのかなって気がしますねそうですねまあお医者さんとかもそうなんだけどその今最終的な今学問の世界だと死を扱うってところがすごく今入っちゃってるのでねでもうちょっとそのブルース・モエンさんのワークショップがダークで教える時代に入っちゃうかもしれないですけどね、うん、こんなもんありますって言ってね、はい、心理学のやってるね専攻家にはきちんとこういうことまで教えてほしいですね、うん
私の感覚ではあと何十年あるいは100年先はその死んだら終わりではないっていう意識はずっと続くんだというのは当たり前のことになってると思うんですよ。だからそれについてガイドと話できないのあなた、まずいじゃんそれっていうような感じに多分なってるんじゃないかなと思うんですよ。それかもう私たちが、まあ、私たちにとっては普通のことなんですけど、それがもうみんな地球人にとって普通のことっていうね、そう思うと日々の生き方のねちゃんと責任で生きなくちゃって思いますね。死んだら終わりなんだったら、ね、この世でやりたいことだけやって無責任に死んでいけばいいんですけど、その責任とかねその後のコメントをガイドからもらうとか考えるとまずいって思いますよね。そっかてか過去生で同じことをテーマにして何十回もやってるっていう事実を知っちゃうと、あこれはまずいよねってちゃんとやらなきゃっていうふうにやっぱり思いますよね。これがその輪廻してる原因とかなんですかね。そのアウトオンリムじゃないけどそのずっと同じことを繰り返してると、そうするとこう自殺ができなくなっちゃうんですね。ああ。死んだらもう一度そこからやり直しだって思ったら、あそうですね。それ本当はねスピーチャー側から、まあ、江原さんも同じこと言ってましたけどね、スピーチャー側からすると自殺はやっぱり もったいないよっていうかね、やり直しだからまたやり直しだから、しても無駄だよっていうか、それをやっぱり言っといた方がいいですよね。3万人死んでるわけですからね。そうですね。私もちょっとブログにちょっと書いちゃったので自殺者からの相談、あのご家族をねそういう形で亡くされた方からの相談とかたくさん受けるんですけど、自殺したからって言ってすごくなんか罰を受けるとかそういうことはないんだけれども、大概の人が自分でそのしてしまった行為に死んでから気がついて反省部屋のところに入っちゃうんですね。でこう一人でこうずっと結構長い間の人もいますよね。あのなんでこんなことしちゃったんだろう、自分の人生はどうだったんだろうとか、なんか暗っぽいところで考えてるっていうところに行き着くことが多いですね。でまたで自分で気がつけばそこからお迎えが来て出れるんですけれども、入れられるのではなく自分で入ってしまう。で、なかなか出ようとしないっていう、迎えに行ってもいやまだここにいたいっていう人も結構何人かいました。もう少し反省していたいみたいな感じでしょうかね。ここでもう少し考えたいなっていうふうに、ね、言ってたりするんですね。そういう意味ではこう学びがすごく遅くなっちゃうでしょうし、また今度生まれる時にやり残したテーマがそのまんまあのくっついてきますから楽ではないですよ、ね、また来るってことですよ、同じテーマはね。そうなんです。でしかも反省部屋って結構長いこといません？ちょっと行ってパッて戻ってくるもんですか、あそこって。あのあっちって時間止まってるじゃないですか。そうなんですよ。だからその人が変化してくるって時間かからないですか、こっちの時間で考えると。その10年20年とかそういう単位じゃなくてすごい経っちゃうじゃないですか。そうですね、分かんないけど、その可能性は10年だからそれだけ遅くなっちゃうわけで、まあ、あの例えば30年で普通生まれ変わるのが普通だとしたら、それがその倍になったり100年そこにいたりってことがやっぱり起きちゃいますよね。へえ、そっか。でさらに、まあ、レベル3でやるんですけれども、計画センターとかですね、教育センターとか、フォーカス27に行けても自分が例えば自殺してしまったっていうことで、生まれ変わる時の課題をヘルパーと一緒に決めるんですけれども、そこでやっぱりまたもう一回辛いことやらなくちゃならないのかなっていうふうになっちゃうんですよね。それのカウンセリングもちゃんとやってるんですけれどもね、難しいもんないですね。生まれ変わるの嫌だとかって感じですね。もういいとか言って、ね、そう嫌だって言っても、でも行きなさいって言われてきてる人もいますね。うん、僕も知らないか。出るとき嫌だ嫌だって捕まったんです。もう出るの嫌だって。行くの嫌だみたいな。いや小泉さんそんなことないですよ、行く行くって言ってきたんじゃないですか。そうですね、もう僕は楽しみに来たかもしれない、ね、でもまあでもいろんなことありましたよね、こうやっぱり皆さん多分やっぱり20世紀の世界をこういたわけだから、その重い波動のところからだん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 自分をこう目覚めてきて今の状態にいるんで、まあ、本当にいろんなとこ行きましたけどね、先日までは悟りのとこの禅のとこにいましたから僕。そこで悟りとは何かとかってやってましたから、いろんなことしてますね。まあ、楽しんでますけどね。楽しいですね。
うん、我々で何かちょっと使いましたけどね、うん、なんて前提こんな簡単だった、あ、悟りってこんな簡単だったのとか言ってあるがままだったのとかって、そう、まあ、うん、そういう感じだったんですけどね、うん、なんだ本当にあるがままだったんだみたいな、うん、そういう体験するとね人生変わっちゃったりとかね、うん、ブルース・モーエンのメソッドにのワークショップに出てから人生が変わった人も本当に多いです、うん、私たちもきっとそういう一人なんだと思うんですけどね、うん、あの私もブルース・モーエンのメソッドに出なかったらそれを教える人になろうなんて夢にも思わなかったですけど、普通の主婦だったので、はい、とんでもないことですよね、うん、まあ、やっぱり自分がこれメソッド出ちゃってかやっぱ変わっちゃったですね、やっぱりすごいたくさんのすごい体験ができちゃったので、あ、これはすごいって言ってももう自分の気持ちを止められなくなっちゃって、あ、本当にど素人だったんですけど、アイデンティティ崩壊が起こって新しいアイデンティティが構築されちゃったわけですね。それで崩壊はしなかったんです、楽しくってしょうがなくて、あ、なるほど、もう行くしかないでしょうって感じでした。こっち知るとこっち行きっぱなしになりそうだなんかまあ、そういう意味でバランスは大事ですよね、まあ、いろんなものが、ね、3次元の世界とのバランスっていうのが大事なんですね。3次元にもいないとね、はい、あ、やっぱこっち好きだって言って行っちゃうとバランスが崩れちゃう人もいるんですか、行っちゃいすぎちゃって四六時中とん、と行ってるとか、やっぱお腹が空いたら戻ってくるお腹が空いたりね、疲れたらやっぱり戻ってくるしかないと思います。働いたりしてますからね、うん、大丈夫だと思いますけれどもね、行きっぱなしにはならない。ブルース・モーエンのメソッドの場合はそんなに深くはいかないんですよ、浅いので行くその割合って言ったらなんていうの、何か強制的にっていうことはなくて、自分の意思のままに、ただあのね、さっき電車の中でってお話ありましたよね、何もシステムがいらないので、うん、空いた時間にちょっとできるんですよね、で電車の中で座れちゃったりするとね、すごくやりやすいですね、うん、適度な目をつぶってても怪しくないじゃないですか、寝てるなって周りの人は思うんだけどね、うん、そこでリトリーバルをやってるとかっていうのはよくありますね、うん、なんかそんな短い時間もできちゃうんですね、できちゃうし、ちょっと長めに1時間2時間の例えば新幹線の時でもすごくいいですね、いつもやってます暇なんで、ブルースの本に出てるのはね、どっか大衆食堂で食事をしてビールを飲みながらやっちゃったとか、うんうん、そうなんですよ、インドの大震災の時に、うん、ね、そうですね、本に書いてありましたね、もしかして、そっか、行ってる間ってもしかして体感時間とか同じですか、あ、時間の感覚が違うと思います、ね、違います、うん、ってことはあっち側に行ってるとすごく長く感じるとか、向こうの体験の方が実際の時間よりも長く感じる時と短く感じる時があります、うん、あ、でそれは時間がない時は時間がないって言うとヘルパーがチャッチャチャってやってくれるんですよね311をやった時にやっぱあんまりやりたくなかったけど、これはやっぱりやらねばならぬだろうと思ってやって、でテープに吹き込みながらやったんですけど、30分で3箇所リトリーバルして帰ってきたの、うん、自分で見て、え、30分だったのこれってびっくりしました、うん、あ、ゆっくりやるときは、え、もう1時間も経ってるの、うん、って時もありますし、なるほどね、面白いですね、本当に言うとおりですね、面白いですね、あとはブルースは車の運転をしながら、あーなんていう話もね、それはでも危険ですね、アメリカの広い道だったら大丈夫かもしれません、良い子は真似をしないでね、電車はいいと思います、電車はすごくいいですね、私ちょっと車を乗ってる時にあの来ちゃったんでやってみたんですけど、結構危なかったですね、幽霊さんですかね、見ちゃったんで、まあ、止めてやった方がいいですね、そういう時はね、はい、あとご飯食べながらやるっていうのもちょっとなんか味気ない感じがしちゃうので、うん、ご飯が美味しくないかもしれない、不謹慎な気もしちゃうし、確かにね、ただトレーナーで集まって食事しながらみんなでやったことありましたね、うん、食事の途中にちょっと止めて、うん、じゃあやりましょうっていう形で始めて、はい、そしたら店員さんがオーダー取りに来てみんな黙ってこうやってるみたいな怪しい団体ですね、ちょっとそういうことありましたね、わかりやすくしとかないとね、なんかね、うん、宗教団体になってから発表していいんですよね、わかりやすく、ああ、そこは宗教団体の人なんだろうね何してても許されるね、あの本当に対外に立つとは違うので意識の大部分はこちらにあるので、例えば書きながら私よくやるんですよ、私もですね、書いて、はい次って目をつぶって、うーんちょっと待ってって書いてっていうようなことがもう
例えば過去線見るのでもそういうことでできちゃいます。最近私もめんどくさいから目開けたまま全部やってますね。できちゃいますね。かけながら見ながら言われるとそういう状態になっちゃうんですね。途中で寝ちゃってても、はい、あの別に寝てもいいよって、起きたらまたやり始めればいいからみたいな感じで言ってくれますので、眠いんだけどどうしてって寝ちゃえば少し休んだらって、そしたらまたすぐやればいいんじゃない、うん、みたいな。だからすごく浅いんですけど、うん、ちゃんとやれる、うん、でこうじゃなくちゃいけないみたいなのはないので、陛下にすぐ相談するとちゃんと、うん、適切なこうしたらみたいなのがあるので、うんヘルパーさん便利ですね。便利です。すごく便利です。それハイヤーセルフじゃないんですよね。ヘルパーさん。いろんな場合がある。あ、そうかそうか。の場合もあるし、そうじゃない場合もある。あ、なるほどね。いろんなヘルパーさんとお付き合いすると非常に面白いですよ。ああ、そうか。ギャグばっかり言ってる人もいますし、はい、人間とは限らないですからね。ああ、また面白そうだな。犬がヘルパー。何回かありましたし、リトリーバル以外にそういうヘルパーとか、あの、まあ、日本語で言えば指導霊とかね、指導霊さんとか、そういう人たちとね、こうコミュニケーションしっかり取ると、こう結構いろいろとメリットがいいですね。いいこと教えてくれて、あんまりね高く当たるとかそういうことは教えてくれないんですけど、でも結構ね困った時に聞くと、それはどうでもいいじゃんとかね、うん、本人にとっていい導きをするわけで、その人にとってやんなきゃいけない、こんなことやりたくないよって言っても、その人にとって良ければやるようにこう持っていく、うん、だからいい自分にとって都合がいいことっていう、そういうことではないんですね、うん、その人にとってのものなんです、うん、成長、魂の成長のために導いてくれるっていう、ただ私はヘルパーさんにいつも頼んで、電車乗ったらすぐ座れるようにしてほしいとか、はい、あの駐車場をね探し回らないで行ったらすぐに開けてほしいとかっていうのをいつもお願いしてて、うん、だいたい聞いてくれますね、うん、そのぐらいだったら。あとレベル1の中でね、そのアファメーションについて詳しく結構教えるんですよ、うん、でそれをよく私はだから今のと同じように、電車に乗ると私の座る席はあるっていう風に言うと、ここと思ったところにもう満席でもその人の前に立ってると、だいたい次の駅通りに行ってくれるんですよ。でもそこになんかちょっと荷物が出っ張ってたりして反対側に立ってたりすると、やっぱりそっちが空いた、あっちにすればよかったみたいな時々あります。言うことを聞かないとね。そうですね、なるほどね、便利ですよ。じゃあいいコンシェルジュは宿ってあるんですね。そうですね、うん、じゃあ引き寄せの法則とか以前のまた問題なんだな。よく引き寄せの法則ってのはスピーチャーって、あ、スピーチャーではね流行ってますけどね、うんうん、コンシェルジュに頼むというか、うん、ガイドに頼むっていう方法もあるってことですね。見てしやすいですね、誰か人に頼むっていう風にイメージすると、うん、天に言うよりもこの人をイメージしてお願いってやると聞いてくれるっていうのが染み込めば、うん、メーションしやすいですね、うんうんうん、そしたら、まあ、次は8月、まあ、来日ですけどね、そうなんです。8月8日にまずブルース・ウェインさんと坂本正道さんのコラボレーションセミナーがあって、はい、その後にレベル1、2、4とですね、4とです、ね、あるという、はい、これ1とか2は本当は日本でも受けられるんですよね、萌えさんいなくてもね、1、2、3、全部1、2、3、全部日本人のメンバーが教えてます。あ、だから皆さん3がなくても大丈夫ですよ。そうだから後で日本 で、ね、1、2、4の順番で出れるので全部ブルースでも出られます。うん、あ、そうかそうか、3なくても4出れるってことですね。そういうふうにしてもらってます。あ、なるほどね、すごいね、はい、すごいですね、うん、はい、ということで連続で出れるそうですね、はい、皆さんぜひ行かれるといいと思います。それではさようならということで、皆さんじゃあカメラを回してありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。今日はありがとうございました。ぜひお待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい、よろしく。
はい、終わっていたようですね。ちょっと私がね、ちょっと席外したうちに終わっておりまして、ちょっと電話が来てますね。はい、多分ね、今、クイズさん止まってますよってことで、出てきてませんよってことで、電話いただいたんだと思うんですけどね。ありがとうございます。声出てますね。大丈夫ですね。はい。ということで、ブルースモエン、トレーナー協会の、皆さんがですね、講演していただきました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。またこの、順次ですね、またこの件についてもですね、感想とかね、この内容ちょっと、これフォローする予定なんでね、また、私が行ったりするかもしれないので、またよろしく、その感想とかしたいと思いますね。よろしくお願いします。それでは、スピーチは宗教研究家の小泉義人がお送りいたしました。それでは、さようなら。